で種類が一緒で試したんで、いろんな種類が一緒なこともあるし、でその40種類が試した薬で、新着薬って、1種類だけなんですよね。1種類と、まあ、漢方で今は何とか、痛みがちょっと落ち着いてるんですけど、で、自分はその、2月ぐらいですか、去年の、Twitter で、本当に自殺の痛みがひどすぎて、もう自殺の痛みって自分の実態で治らなかったら、もう自殺するんだって、医師に書いてあるんですよ。